2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。私たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国物価、極限豪雨に、極限食料品物価、韓国、スイスの次に高い。雇用率が過去最高、なのに青年層の働き口は減少。では、記事の突っ込みをどうぞ。韓国物価、日本でもアメリカの、利上げによってデフレから脱出して、インフレ、つまり、物の値段が、上がる時代がやってきた。確かに全体的に見れば、先月は 3.3% ぐらい消費者物価が上がっており、カップ麺の値段なども昨年に比べて10円から20円ぐらい上がっている印象だ。こちらはカップ焼きそばの。インスタント麺をドラッグストアで見かけて買っても、昔は118円だったが、今は138円とかする。インフレを。身近に感じたければスーパーに行けばいい。100円だったパンが110円になっていたりするからな。このように見ていけば日本でも企業が値上げしているわけだが、それでも食品物価がそこまで高くなってない。そして、韓国の食品物価が世界2位であることが分かった。韓国のランチ代が1万ウォンでは食べられない。どんどん値上げされている記事を何度も紹介してきたが、韓国産。どうせ狙うなら1位ですよね。スイスなんかに負けてるんじゃない。集中豪雨で野菜がダメになった。だからほうれん草などの野菜の価格が急騰しているですよねー。これもすでに過去記事で見てきた。このように韓国の食品物価は世界2位になるほど異常に高い。今回はそんな韓国の物価を見ていこう。では記事の冒頭から。ここの引用は私が読むわよ。最近の深刻な豪雨により食料品物価が高騰する中、韓国の食料品物価が経済協力開発機構 OECD。加盟38カ国のうち2番目に高いことが分かった。卵、水、鶏肉を除いた12の主要食料品価格が OECD 平均より高かった。中央日報が全国経済人連合会に依頼し、世界的調査機関ナムベオのデータをもとに各国の主要食品価格を分析した結果だ。ここから突っ込みに戻るわよ。このように韓国の食料品物価は OECD 加盟国のうち2番目。つまり、世界2位である。卵、水、鶏肉を除いた12の主要食料品価格が、OECD 平均より高い。利上げは随分前から凍結しているのに、企業の値上げラッシュは止まらないと。では、記事の要点を整理していく。前半は韓国、スイスの次に高い食料品物価。後半は雇用率が、過去最高なのに青年層の働き口は減少している。補完記事として、満足できる働き口を見つけられず。副業に走る韓国青年14万人というのもついでに見ていく。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、任せておけ。記事の要点前半。1、中央日報が全国経済人連合会に依頼し、世界的調査機関ナムベオのデータをもとに各国の主要食品価格を分析した結果だ。これによると、韓国は 101.01 ドルで、OECD 平均の 63.41 ドルの 1.6 倍だった。1位はスイスの 151.8 ドルで、韓国に次いでアイスランドが 97.98 ドル。ノルウェーが 86.99 ドル、ルクセンブルクが 82.19 ドルと、物価が高いことが分かった。米国は 78.27 ドルで、6位、日本は 66.03 ドルで、
13位だった。2、ナムベオの分析で主要食料品は牛乳1リットル、食パン 500g、白米 1kg、卵12個、チーズ 1kg、鶏肉 1kg、牛肉 1kg、リンゴ 1kg、バナナ 1kg、オレンジ 1kg、トマト 1kg、ジャガイモ 1kg、玉ねぎ 1kg、レタス1個、水 1.5 リットルを基準とした。韓国でこの品目を1単位ずつ購入するときの、総費用が 101.01 ドルだ。3、100ドル基準で、買い物をすると、日本では主要品目を、すべて購入して、さらに牛肉を 2kg 追加で、買える。米国もやはり牛肉を、1.42kg 追加で、購入できる。だが韓国では15品目のうち14品目と、水 90ml だけ買える。スイスでは14品目を、1単位ずつ購入すると、牛肉は 60g だけ買える。もし牛肉を、1kg 買うならばチーズ 1kg、チキン 595g だけ購入でき他の、品目は買うことができない。4、品目別に見ると韓国の、体感物価はさらに高い。15品目の価格を OECD 38カ国と比較すると、韓国では12品目が平均より高い。オレンジ、リンゴ、ジャガイモ、玉ねぎ、バナナ、トマト、牛乳の7品目は、38カ国で最も高かった。オレンジは OECD 平均価格の 2.46 ドルと比較して、2.55 倍高い 6.25 ドルだ。リンゴが 2.42 倍、ジャガイモが 2.38 倍など、韓国で生産する農産物も、平均より2倍以上高かった。毎日食べる白米 1kg の、場合、平均の 2.28 ドルより 1.53 倍高い 3.44 ドルだった。卵は OECD 平均価格と、同じで、水と鶏肉だけ平均より安いことが分かった。5、最近の集中豪雨と、夏休みシーズンが重なり体感物価はさらに、高く感じられるかもしれない。休暇を、断念する人も増えた。経済回復の鍵である消費にも、悪影響を及ぼすだろうという見通しが、出ている。1から3月期の実質国内総生産 GDP は速報値で、前四半期比 0.3% 成長したが、民間消費が娯楽、文化、飲食、宿泊などのサービス業を中心に増え成長に 0.3 ポイント寄与した。内需消費が支えなかったならば、経済が後退していたという解釈が可能だ。全経連の産本経済調査研究チーム長は最近消費者物価上昇率が 2% 台に鈍化したが、依然として体感物価が高いということがわかると話した。以上の5つだ。順番に見ていこう。要点は以上だ。霊夢、続きを頼んだ。はい。少し休んでていいわよ。まず、1位のスイスが 151.8 ドルで、ダントツ。2位の韓国は 101.01 ドル。これは OECD 平均の 1.6 倍。この101ドルとは何を意味するかは2だ。食パン、米、卵、鶏肉などの主要15品目を買うときにかかる値段だ。そして、ここで面白いのは3だ。100ドル基準で買い物をすると、日本では主要品目をすべて購入して、さらに牛肉を 2kg 追加で買える。米国も牛肉を 1.42kg 追加で購入できる。でも、韓国では15品目のうち14品目と水 90ml だけ買える。同じ100ドルでも国が違えば、ここまで買える食品に差が出るってことだ。だから、韓国人は安い日本旅行で、長持ちする日本の食材でも、買い込んでるんじゃないか。少なくとも韓国で食品を買うよりははるかに安いものな。しかし、あれだけ金利を上げた米国より、韓国の食品物価が高い。いくら便乗値上げしまくりだからと、アメリカを超えることないだろうに。次に読んだが、
韓国の食品価格が全体的に高いと、オレンジ、リンゴ、ジャガイモ、玉ねぎ、バナナ、トマト、牛乳の7品目は38カ国で最も高かった。そういえば、牛乳はさらに値上げだったか。すでに世界一高いのにさらに値上げされる乳製品か。牛乳が高くなれば、それだけアイスクリームや、チーズ、ヨーグルトなどの値段も上がると。あと、安いのは水と鶏肉だけとか。最後は5になるが、最近の集中豪雨と、夏休みシーズンが重なり体感物価はさらに、高く感じられるかもしれない。韓国の消費者物価は鈍化傾向なのだが、実際、食品価格は圧倒的に、高い。生鮮食品が高いというのは日々の生活に直結するので、消費にも悪影響が出てくると。消費に悪影響があるかはわからないが、韓国の家計債務は再び増えていたよな。マリサ、記事の後半を頼むわよ。おう、どんどん読むぜ。記事の要点後編。6、韓国の就業者数が、6月も前年を上回り、15から64歳の雇用率は 69.9% で過去最高を記録した。高齢者と女性層が好調な雇用を牽引しているが、青年層の働き口は8ヶ月連続減少し、製造業は半年連続で下り坂を見せるなど不振が続いている。統計庁がこのほど発表した。6月雇用動向によると、15から64歳の雇用率は前年同月比 0.8 ポイント上がった 69.9% だった。1989年1月の統計開始以来、6月としては最も高く、男性は 77.5%、女性は 62.1% だった。7、年齢階層別では、60歳以上の雇用率は 47.1% で、前年より 0.8 ポイント増加した。女性も 1.3 ポイント増の 55.1% だった。これに対し、15歳以上の男性は 0.3 ポイント減少した 72.1%。前年比では4月マイナス 0.2 ポイント。5月マイナス 0.3 ポイントに、続いて3ヶ月連続の減少となった。先月の就業者数は2881万2000人で、1年前より33万3000人 1.2% 増えた。これで対前年比の増加は2年4ヶ月連続だ。8、こうした雇用の好調さとは裏腹に、輸出の不調と建設業界の不景気を反映して建設、製造業就業者は、減少傾向にある。建設業の就業者数は212万3000人で、前年より6万2000人減り、前年比の減少は、昨年12月から7ヶ月連続だ。また、製造業も448万8000人と、前年より1万人マイナス 0.2% 減り、6ヶ月連続で後退した。青年層の就業者数は1年前より11万7千人減少し、8ヶ月連続の下落となった反面、60歳以上は34万3千人も増加。少子高齢化傾向が雇用動向にも現れた。統計庁は輸出と景気の先行きが依然不確実で、今後の雇用の流れを予断することは難しいとしている。9、統計庁のマイクロデータを分析した結果によると、6月時点で服用をした15から29歳の青年層は、6万1000人で昨年6月4万6000人より 32.0% 増加した。5年前の2018年同期と比べると 66.8% の増加だ。年齢を30代未満に拡大しても傾向は同じで、服用のある15から39歳は計14万2000人。11万9200人だった昨年より 18.7% 増加し、8万人台だった5年前と、比べると 59.1% 増えた。6月の15から29歳の
青年雇用率は 47.0% で、同月としては歴代2位、失業率も 6.3% で、2番目に低く、数値としては堅調だ。しかし、実際のところ青年たちは満足できる働き口を見つけられず、就業時間が36時間未満で、副業を求める人が増えている。6月の15から29歳の追加就職希望者は13万7000人で、昨年より 8.7% 増えた。以上の4つだ。要点は以上だ。霊夢、続きを頼んだ。お疲れ様。では、読むわよ。後編の記事は韓国の雇用状況だ。数値を見る限りは悪くない。中国みたいに若者の失業率が 46% とかになっていない。ただ、それはあくまでも数値の表面だけだ。60歳以上の雇用率は 47.1% で、前年より 0.8 ポイント増加した。女性も 1.3 ポイント増の 55.1% だった。これに対し、15歳以上の男性は 0.3 ポイント減少した 72.1%。ここで、さらに9を見れば、6月時点で服用をした15から29歳の青年層は6万1000人で、昨年6月4万6000人より 32.0% 増加した。5年前の2018年同期と比べると 66.8% の増加。つまり、これは服用する青年層が増えて雇用はその分増加しているが、実際は青年たちは満足できる働き口を見つけられず、就業時間が36時間未満というのが多い。これは韓国の週平均手当の時間が関係している。韓国では週平均36時間を超えると手当を出さないといけなくなる。その手当を雇用側が出すのが嫌で。結局、韓国では同じ職場で週36時間以上は働けない。よって、他のところでまた仕事を探すことになる。副業が増えた理由はそれだ。このように見ていくと過去最高に、雇用が増えても、働く時間はほとんど36時間未満。そこに副業して、さらに収入を上げており、安定した仕事が全く見つからないと、サービス業などは一時的に、忙しい時に人を雇えばいいので、彼らは1日バイトのアプリでそれらの募集を見て臨時雇用されているだけに過ぎない。つまり、多くの青年は日雇いってことだ。中国よりはマシかもしれないが、数値だけの雇用である。ではネットの意見を見ておこうか。ここの引用は私が読むわよ。1、副業という家庭レベル労働掛け持ちしてるだけじゃね。2、副業というより、バイトの掛け持ちでねえの？それにしても、住むところが半地下しかなく。仕事もバイトぐらいしかないのにそれでも、ソウルに住むことに関わる意味がわからん。3、給与所得日本を超えてたと去年あたり自慢してたから大丈夫、心配無用ムンジェイン。4、失われた20年でも、日本は GDP 世界3位、だが韓国はどうなる？小。5、正規雇用が減ってバイト人口が増加してるだけのこと。成長が止まって輸出も輸入もダメだから当たり前。以上の5つだ。さすがに東亜版ではこれぐらいで騙されはしないか。雇用率が増えているのも単なるバイトの掛け持ちが増えたため。そりゃ副業分の雇用を足せば雇用率は過去最高になるよな。ムン君、マジックよりも割とひどいんじゃないか。ええ？作り出したのはムン君の時代？でも、ほら、日本に。給与所得は買ったそうだから大丈夫だろう。そんな日本の失われた30年とか、来ないて。だって、韓国が20年、30年も耐えられるわけないからな。せいぜい10年ぐらいだろうな。その間に中国経済が、崩壊しているかもしれないが、今のところはどちらが先かは判断が難しいよな。消費者物価が鈍化したと喜んでるようだが、単に政府が電気、ガス代などの
公共料金の値上げを止めているに過ぎないものな。では、最後に専門家の意見を見ておこうか。理解派女子大学経済学部の即、ビョンフン教授は表に見える雇用率は悪くないが、雇用の質が良くない。造船業など一部業種は青年たちを必要としているが、青年たちが望む働き口はソウルに集中していてミスマッチが発生していると話した。若者はソウルに働き口が欲しい。なんだろうか。一種のステータスか。俺はソウルで働いている。韓国のソウルで働いているバイト掛け持ち。でも、住んでいる場所は半地下だ。これがステータスなのか。これも見栄の一種なんだろうな。ニュースは以上ね。霊夢、これはどうなんだ？こうなってくると仕事を二つ掛け持ちしている人数を出さないと、もう、正確な雇用はわからないわ。まさか、こんな方法で水増ししてくるとはな。本当、韓国はまともなデータを出さないわ。輸出がこれだけ最悪なのに、雇用は過去最大とか。普通はどう考えてもおかしいのに。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。